見てください、これやっと買いました。乃木坂工事中ブルーレイグアム編。なんかこれちょっとポストカードついてるけど、10月28日だったっけ、確か10月28日に、乃木坂工事中このグアム編を含む、沖縄編と、その他メンバー6人だっけ、違うな、6人かの、乃木坂工事中ブルーレイDVD ブルーレイが発売されたと思うんですけど、そこから約2週間ですかね、が経過しまして、ついにゲットしちゃいました。正直悩みに悩んだ、マジで悩みに悩みに悩んで、10月29日に本当は買いたかったのよ。そう、10月29日に買いたくて HMV 行ったらない、グアム編だけ。他沖縄編とかさ、他のメンバーの、工事中はあったの、なのにグアム編だけなくて、本当にもう服を、まあ、だって発売から翌日よに行ったのにないのよ。だからグアム編人気なんかなと思ったりなんかもしたんですけど、結局ネットでセブンネットショッピングで買わせていただきました。ちょっとこのポストカードをね一旦取って、まあ、開封もねしていきたいところなんですけども、いやいいね、このさ、このあれだよね、ポストカードも見たらわかるけどさ、この手抜き感がいいのよ。またこの手、誰でも作れそうな、誰でも作れそうで作れない、このちょっと手抜き感のある乃木坂工事中のブルーレイの表紙が僕は大好きです。ジャケ写か、表紙じゃなくてジャケ写ね、がめちゃくちゃ僕は好きなんですよ本当に。はい、まあこんな感じで本体これでね、裏はこんな感じとなっております。いや、グアム編はさ、もう乃木坂工事中の中でも本当に神回だと僕思ってるんで、めちゃくちゃ好きだし、何回もこれまで何回見たことか、このグアム編を繰り返し一番見てるんじゃないかな、乃木坂工事中の中でっていう感じなんですけど、ちょっと全然開かない、全然開かないんですが、全然見させてくれない僕にグアム編を。こっちだった、こっちだった、こっちだった、よっしゃ開いた、いいね、うん、素晴らしい。このディスクもこんな感じと、なっております。いいね、いくちゃんのこの顔たまらんくない？いくちゃんのこの顔やばいよね、めちゃくちゃいいわ。もう今すぐ、見ていきたいと思います。もうグアムに浸っちゃうぞっていうことで、さよなら。